い、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、ちょろろろろろーん、プラザで新作コスメとか気になってた欲しかったコスメたちをいっぱい購入してきたので、その購入品たちを紹介していきたいと思います。はい、ですね、結構視聴者さんからリクエストいただいてたやつとか、あ、めっちゃいいやんと思って買ったやつとかもとにかくいっぱいあるんですけど、本当に可愛いものばっかり、あとは使いやすいやつとか、まあ、いろいろ買ったので、今回もぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。じゃあどれから紹介しようかな。もう本当可愛いんですけど、やばい。じゃあやっぱりまず1点目はですね、今回も一番の目玉の、じゃじゃーん、こちら日本限定のミシャグリッタープリズムシャドウ GBE01 番の夢プリズムというカラーになります。これね、めっちゃ話題だった商品なんですよ。これは韓国でね、大人気のミシャっていう韓国のコスメブランドから出てるコスメなんですけど、このグリッタープリズムシャドウっていうのは韓国でもめっちゃ人気で、すごいラメ感が強くてね、ラメのこう色味とかもすごく可愛くて人気だったのが、今回日本に上陸して、しかも日本限定色がね、6色出たんですよ。で、その中でも一番私が好きだと思った今回のその夢プリズムというカラーを今回は選んできました。はい、まずですね、パッケージはこんな感じで、シルバーで四角の感じでできてます。で、開けるとこんな感じで本当にね、ラメラメになっていて、ベージュとか緑とかブラウン、ピンク、ゴールドとかのラメがね、めっちゃぎっしり詰まってるんですよ。めっちゃ可愛くないですか。指でね、つけてみるとこんな感じですね。なんかつけたら結構ゴールド感が強め、ゴールドと茶色感が強めの発色になるんですけど、これがめちゃくちゃ可愛くて、イエベに似合いそうな色味っていうのもいいと思いました。で、ラメラメではあるんですけど、小粒のラメラメなのでね、結構肌なじみもいいし、そんなめっちゃ浮きすぎるってことはないんじゃないかなと思います。で、多色ラメの分、本当に目元につけたら絶対可愛いと思う。もうこれはやばい。こう近くで見るとさ、もうさらにやばさが増しません？光に反射してもうすんごい可愛いことになっている。まあ、またね、これはメイク動画とかで目元につけて紹介しようと思ってるので、今はね、もうテスターだけにするんですけど、これもぜひ可愛いし、他のラメの色もね、ピンクとか、本当に6色、他の5色とかもめっちゃ可愛かったので、ぜひね、プラザまで見に行ってほしいなと思いました。実際ね、もともとあったその韓国の方でも私、ガーデンなんとかを買うか迷ってやったら、売り切れだったんですけど、これがすごい色味が似てたので、これめっちゃいいなと。あ、虫が。今回クリオね、このね、私が今回購入したグリッタープリズムシャドウ以外にも、これです。このプロアイパレットも、上陸していました。私はね、韓国でしか売ってないと思って韓国で買ったんですけれども、今ならプラザに置いてて、しかもちゃんとね、コーラルとブラウンとピンクと3色展開のもの全部出していたので、ぜひこれもね、見てほしいなと思います。これ定価がね、韓国でも、3200円とかだったんですけど、プラザでも3400円で売ってて、そんなに定価もね、変わりなかったのでね。まあ、実際そのアイシャドウ自体はそんなに安くはないんですけれども、これめっちゃカラーバリエーションが可愛いので、これもぜひ見てほしいなと思います。じゃあ次はこちら、フーミーのロング&カールマスカラを2つ購入してきました。これはですね、最近新発売されたカラーマスカラなんですけれども、これがめっちゃ色味が可愛くてね、視聴者さんからもぜひ紹介してほしいですってね、コメントをいただいてたんですけど、私もね、めっちゃ欲しかったので買っちゃいました。ここから出してみるとこんな感じになります。ピンクのね、感じですごいシンプルで可愛いと思います。で、今回購入したカラーというのがですね、テラコッタピンクとキャロットオレンジというカラーになります。はい、出してみると分かりやすいかな。もう明らかにちょっと濃いめの色の方がテラコッタピンクで、でね、このオレンジっぽいカラーの方がキャロットオレンジなんですけれども、色味がすごいはっきりしていてめっちゃ可愛いと思いませんか。テラコッタピンクって、なんかテラコッタとピンクって私別物として考えてたんですけど、これもめっちゃ可愛いなと思います。一応ね、手に出してみるとつくかな。こっちがテラコッタピンクで、で、こっちがキャロットオレンジになります。あー、めっちゃ可愛い。なんかどっちもね、色味が本当に可愛すぎて、もうこんな感じの色のリップがあったら私買っちゃいたいくらいですもん。でもさ、マスカラでこういう色味って本当にね、ないから、これはすごくありがたいですし、目元にこんなんですとめっちゃ可愛いですよね。なんかね、今下まつげにつけてみたんですけど、結構ね、ちょっと下まつげだけじゃ分かりにくいので、また改めてメイク動画とかの時につけて紹介したいと思います。でもこれは本当にカラーマスカラとは思えないくらい絶妙な
なんかカラーでめっちゃ可愛いし、しかも発色がいいからすごいね、普段とメイクの雰囲気を変えたい時とかにすごく使えるし、で普段ねあんまりちょっとまつげにカラー持っていきにくいなって場合は下まつげにこれを入れることによってすごいおしゃれ度が増すと思うので、ぜひこれもね店頭で見てみてほしいなと思いました。もうめっちゃ可愛い。じゃあ次はこちら、サナエクセルパウダー&ペンシルアイブロウの PD11 番アプリコットブラウンを購入しました。はい、これはねもうすでに私持っているエクセルのアイブロウなんですけども、これは本当に私もうずっと愛用してるくらい本当に大好きな眉毛かきなんですけれども、これがグレイッシュブラウンしか持ってなくて、ちょっと最近さグレー系の髪色をしてなくて赤っぽい髪色をすることが多いので、ちょっと違う色味も買っておこうと思って今回買ってきました。でもアプリコットブラウン使うの初めてなんですよね。はい、出すとこんな感じですね。こっちに、ブラシがついていて、こっちにペンシル、あとはここを回すとチップが出てくるみたいな感じでね、この3役あるすごい使いやすいアイブロウです。多分ね眉描きってあんまり手に出しても出ないんですよね。眉毛描くときしか発色しないイメージ、ほら全然出ないか分かりにくいんですけれども、まあ大体こんな感じで発色してくれますね。チップで出すとこんな感じ。あ、チップの方が分かりやすいですね。なんか割とキャメルに近いブラウンなので、本当に赤みの強いねカラー、あの髪の毛の時にこれは活躍すると思います。もう私は眉描きといったらもう一押しはこれってくらい、エクセルのアイブロウは本当に大好きで、もう今まで何十本買ったかわからないくらい愛用しているので、これからはアプリコットカラーにお世話になっていこうと思います。で最後がこちら、クナイプシュガースクラブのスイートアーモンドという香りを購入してきました。私はねいつもボディケアとしてスクラブを常備してるんですけど、私地味にシュガースクラブの方は普段使ったことがなかったんですよ。普段は塩の方のスクラブばっかり使って、でシュガーの方だと結構お肌が柔らかくなるイメージでこう綺麗になってくれるとのことだったので、ずっと気になってはいたんですけど、そしたらこれプラダで見つけてね、スイートアーモンドの香りこうちょっと匂ってみたらすごいいい匂いだったし、しかもねこれ結構お安くて1個1500円くらいで購入できました。サボンのスクラブとかってめっちゃ高くないですか。1個4000円くらいするんですよ。その分さ商品自体はめっちゃいいんですけれども、やっぱりね毎回毎回なくなったら4000円のさサボン買ってたら結構高いので、これは安いししかもいい香りそうだしシュガーだしということで、ちょっと気になって買っていました。あ、めっちゃいい匂いする。はい、入れるとこんな感じでね、白いスクラブがいっぱい入ってましたが、これねすっごいいい匂いします。ほんとアーモンドの甘い香りがしますね。やっぱスクラブって できるだけいい匂いのやつの方がやっぱりテンションが上がるし、ちゃんとねボディケアしようって思えるので、ちょっとこれをねこれから使ってみたいと思います。今ねサボンも高いから、なんか星の家のお塩みたいな無臭のやつを使ってるんですよ。あれもいいけど、やっぱね気分上げたい時はこういう香り物を使うのが一番かなと思います。まあね一応こう手に出してみるとこんな感じで、まあザラザラっといつも通りのスクラブの感じですね。でこうやってやってなんかちょっと時間を置いて水で流すといつもお肌がツルツルになるんですよ。使った後はやっぱり乾燥するので、あのボディクリームとかはしっかり塗って保湿もちゃんとしてあげてほしいなと思います。で洗い流してきたけど本当にねお肌がこうもっちりする、吸い付きそうなくらいこうふわっともっちりしたので、これもちょっとめっちゃいいかも。はい、ということで今回のプラザ購入品紹介は以上になります。はい、全部めっちゃ可愛くなかったですか。で今回は結構幅広くいろんなコスメを買ってみたんですけど、いかがでしょうか。もうね、うん、新作コスメとかもいっぱい可愛いの置いてるしさ、韓国コスメもどんどん日本に上陸してくるしということで、もうまたどんどん見逃せない状況になっておりますので、ぜひ皆さんもプラザへレッツゴーしてください。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。プラザ行きたくなったとかね、コスメ可愛いと思ってくれた方、チャンネル登録と高評価お願いします。うん、見ようとかスクラブしてちゃんと女子力磨きなさいと思った方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバー。実は最近楽天でこちらのヒールを購入しました。これは楽天で走れるヒールっていう感じで売ってるんですけれども、マジでねフィット感やばいし、めっちゃ履きやすいしもう歩きやすいので、これ最近のおすすめなんですけれども、実はね報告がありまして、楽天ルームを始めました。
楽天ルームですね、なんか楽天で買ったものを私がおすすめするみたいな感じで写真付きでどんどん載せていきますので、ぜひね皆さん楽天ルームフォローしてくださったら嬉しいです。なんかね私以外にもねすっごいおしゃれなインテリアとか皆さんおすすめされてたりして、めちゃくちゃね私も勉強になるし、なんかおしゃれな部屋作りのねお手伝いにもなるので、ぜひね楽天ルーム登録してみてください。バイバーイ。これマジ可愛くない？これ2000円くらいだったよ。安いし可愛い。